えー、次に福山哲郎君の質疑を行います委員長福山哲郎君おはようございます立憲民主党の福山でございます、えー、まず冒頭北朝鮮が弾道ミサイルを複数回発射したことは極めて遺憾です強く抗議するものであります、えー、防衛省自衛隊解放外務省それぞれが緊迫した時間を過ごしていると思います、えー、経意を表したいと思います さて、総理からも冒頭でそのご報告をいただきました、ありがとうございます。えっと、報告の中になかったんですが、NSC は開催もされたのでしょうか、またアメリカ、韓国との情報,情報共有も含め、えー、どうされたのか、教えていただければと思います。えー、我々はですね、えー、安全保障上の課題があれば、この予算委員会の開会については時間をずらす等も含めて、 えー、いくらでも弾力的に検討するというふうに理事から申し上げましたが、まあ、定刻通り始まったので、そのことを確認させていただきたいと思います岸田内閣総理大臣。あの冒頭、報告いたしました、北朝鮮のミサイル発射を受けて、えー、と8時過ぎ、ちょっと正確な時間、今、あの手元にありませんが、8時過ぎに NSC は開催いたしましたあ。その中で報告を受けるとと,ともに、えー、私から えー、米国、韓国と関連国と、関連、えーまあ、同盟国、同志国、関連する国々との連携を強化することを指示したところであります福山君、はい、ありがとうございます、まあ。やられたということですので、まあ、つかさつかさで、まあ、指示は出されたということですから、アメリカ、韓国とも情用共有していただいていると思いますあのぜひよろししくお願い申し上げます。 また昨日、自民党の党大会があったと報道で聞いております、お疲れ様です。私は率直に申し上げると、裏金問題について処分が発表されるのかなと期待をしておりました、まあ。残念ながら、指示を出したという報道で、総理の挨拶の全文も読みましたけれど、え、今頃、指示を出したんかいと思わず、私、テレビで突っ込んでしまいました。 あのまた、特に和歌山でのハレンチなダンス懇親会を止められなかった青年局の2人の国会議員に対しても、何もないことには驚きました。あの青年局長だった藤原議員は、裏金議員の1人でもあります、えー。どうも県会議員は離党したようですけれども、元木幹事長は、上に甘く下に厳しい認識、組織ではだめだということを発,表発言されたようですけれども、 この二人の国会議員に対する処分は、総理、どうされるんですか。岸田内閣総理大臣。あの、えー、と、そのご指摘のパーティーに出席した二人の国会議員の処分ですが、あの、ご,ご指摘のように、二、まあ、人は役職を辞任いたしました。そして今、実態について、 えっと青年局の上部組織であります、えー、組織運動本部において、えー、実態の把握関係者の聴取ですとかまあ県連からの聞き取り等を行っていますこれを実態を把握した上で、えー、党として判断はあその、えー、と対応を判断いたします。福山君、正直申し上げてねこんな問題を参議でやるの本当に嫌なんですよもうさっさと処分して。 この,この話終わりたいんですけど、実態把握っていったら、あんだけ映像出てるし、写真出てるじゃないですか、あれ見た瞬間にこんなのはやるべきではないと、それを止められもしなかった国会議員が同席して参加してたんですよ、青年局長を辞任したなんて痛くもかゆくもないじゃないですか、県会議員は離党してるんですよ、総理、どう思われてるんですか、また党に丸投げするんですか。岸田内閣総理大臣 今申し上げたように、まあ、本人の辞任はありましたが、えー、今、実態を把握しています。党として、組織として、この問題についてどう判断するか、これを判断しなければなりません。先ほど申し上げたとおり、えー組,織えー、組織運動本部において、実態を把握した上で判断をいたします。福山君 こんな明明白々なハレンチなことに対しても、実態把握だとか言って、時間をかけてるから、裏金問題も実態把握が全然進まないんじゃないですか、違いますか、総理、この裏金問題、今まで何か明らかになったことありますか、自民党の報告書と検察の発表以外に。下内閣総理大臣あのこの問題については、検察において、まあ、捜査が尽くされ、 えー、そして、えー本人、本人がその、まあ、捜査に基づいて、えーえー、政治資金収支報告書の修正を行い、その上でそれぞれが、まあ、会見等説明を行いました。合わせて等としてアンケート、聞き取り調査、まあ、こういったことを行いました。まあ、こういったことを通じて、 さまざまな実態が明らかになっていると承知をしております。引き続き、実態調査を続けているところであります山君明らかになったことではなくて、それは総理がずっと国会で答弁しているいつものパターンだけです。政倫審では、分からなかった、知らなかった秘書事務局がやったのはオンパレードですよ。そして答弁を食い違うことばっかり 唯一明らかになったのは、参議院の全額キックバックが選挙のときにはあったということは明らかになりました。ただ、誰がどういうふうに導入したのかは全く明らかになっていません。総理、裏金問題の処分はいつ頃までに出,せる出されるんですか、当然、この臨時国会、あごめんなさい、通常国会中ですよね岸田内閣総理大臣。 あの、この問題については、今年の一月まで検察の捜査が続いていました。その後、まあ、党としても聞き取り調査を行いました。そして国会において、生林審での弁明、今日も続くことになっています。こうした、この、うん、弁明、説明等をしっかり確認した上で、党としても、 政治責任について判断しなければならないと考えていますえ、そして関係者の数えかなりのニーズに及ぶこともありますできるだけま早期に党としてもこの判断をしたいと考えておりますいつまでにということは申し上げておりません福山君結局いつまでにと言わないからだらだらと時間だけ過ぎていくんです総理 この参議院の政倫審でも32人議決をされた中で出てきたのは3人です。総理はここざ、志のある議員はしっかり弁明しろと言われていますが、自民党の圧倒的な議員は、志がないということでいいんですね。国民に説明する意思がないということでいいんですね。岸田内閣総理大臣。あの、私は政倫審をはじめ、あらゆる場を通じて関係者は、 説明の努力を尽くしていただきたいと申し上げてきました。党としても、まあ、説明を促してきたところであります。その中で委員は成林審についてご指摘がありました。生林審のルールは委員ご指摘の、あご,ご,ご存知のとおりだと思います、えー。説明者のこの意思を尊重するというものであります。えー、本党の前身であります民主党の元党首も えー、この、えー、出席をされなかった。これはルールに従っての対応であります。えー、これ、避難しているわけではなくして、ルールに従って生林死を行うことが重要であり、生林死についてはそのように私は考えております。福山君。私はそんなこと一切言ってないですよ。政林審は政治家の意思に基づいて出席するの分かってるから、総理が 志差う議員は出てこいって言われてるのに、三十二人のうち三人しか出てこないということは、自民党の他の議員は国民の前で説明する意思がないと思っていいんですね、と。そう聞いてるのに、いつも言ってる同じような答弁と他党のことなんて、もう民主党ないんですから、何言ってんですか。そんなこと、いつまでも同じ答弁続けてるから、全く実態把握はできないんじゃないですか。岸田内閣総理大臣。 あの私の発言、えー、よく確認していただきたいと思います。あの生理妊娠をはじめ、あらゆる場を通じて説明をしてもらいたいと、えー、申し上げております、えー。そのあらゆる場を通じて、それぞれの記者会見をはじめ、さまざまな場を通じて、えー、しっかりと説明責任を果たしてもらいたいと、私は申し上げております上山君。極めて遺憾な発言です。 参議院の自民党も含めた全会一致の議決より重たいあらゆる場面っていうのはあるんでしょうか。国権の最高機関の自民党の参議院も含めて全会一致で弁明の機会を32人にお渡し,してるんですよ。あらゆる機会ってこれ以上権威のある、これ以上特別な場面ないんじゃないですか。そこで出ても来ないで何を言ってるんですか。そんな、そんなね、弁解言い訳をするから、 全く実態解明が進まないんです。どうですか岸田内閣総理大臣。あの、実態を最もよく知る本人が、あらゆる場を通じて説明することが重要だと申し上げております。えー、これは、そしてその中で、政林心についてはルールがあります。そのルールに従って対応するべきものであると申し上げております。 福山君ルールは分かっています、ルールに応じて出てきてくださいと言ってるのに、32人のうち3人しか出てこないということは、説明する気がないということですねと聞いています。じゃあ、この政倫審に弁明に出席するかしないかは、処分に影響するんですか、しないんですか、国会で議決をしたものを出てこなかったことは、自民党の今、総理の言われた処分に影響するかどうか、お答えください岸田内閣総理大臣。 私はあらゆる場を通じて説明努力を尽くしてもらいたいと申し上げています。 そして説明の場、まず基本はそれぞれ政治資金収支報告書の修正をした際に、会見等を通じて自ら説明する。これが基本だと思いますが、それと合わせて、えっ、ー、党の調査、国会での弁明、えー、様々な機会があります。それらを、まあ、全体を見た上で、本人の説明の取り組みを判断したいと考えます。 福山君。今度は同じ答弁ばかり何回も繰り,さ繰り返さないでください。時間がもったいない。一言。弁明に出るか出ないかは、処分に影響するのかどうか、イエスかノーかでお答えください。あらゆる会に出ろという総理のメッセージは嫌というほどわかっています。処分をしろと指示を出したからには、一つの材料として弁明に出るか出ないかは、処分に影響するかどうか、 イエスかノーか自民党の総裁として明確にお答えください。岸田内閣総理大臣。説明の形、えー、形だではなく、説明の中身が大事だと考えます。福山さん。三十二人のうち二十九人出てきてないのに、中身もクソもないでしょう。何を言ってるんですか。自民党が出席を止めている議員もいるということが報道されています。まさか、 政倫心に出ない方が評価が高いということはありませんよね、総理。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げたとおりであります。えー、形ではなく、中身が大事です。福山君。だって出てこないんだから、中身もクソもないでしょう。いや、全くわからない。じゃあ、何を通じて判断するんですか。会見してない人いっぱいいますよ。修正終わってない人、まだいますよ。 出てこない人、どう、どうやって判断するんですかじゃあ出てこないから、時間かかるから、処分はずーっと先送りするんですか、総理。岸田内閣総理大臣。あの、えー、処分を先送りするつもりはありません。けじめをつけるわけですから、できるだけ早いタイミングでけじめをつけなければならない。えー、ということであると思います。えー、そして、えーさえー、この我々は、 この捜査権がない中にあって、実態を把握して、政治的なけじめをつけるということをまあ申し上げています。引き続き、まあ、実態の把握は努めたいと思いますが、把握された実態を,を確認し、えー、そして本人のまあ説明努力等も勘案した上で、政治的な責任、道義的なけじめ、これを党として判断すると申し上げております。福山君。 実態把握もできていない、えー、説明もしていない、どうやって判断するんですか、捜査権がない中で、じゃ自民党は、捜査じゃなければ、これだけの問題について国民の前では正直に説明しないっていうんですか、今の話は自民党では捜査権がないから、自民党の議員は、本当のこと言わないかもしれないから限界がありますって、総理自ら認めてるんですよ。それで、32人のうち29人出てこない中でどうやって処分するんですか。もう一点 できるだけ早く処分すると。私は、さすがに三月いっぱい予算委員会のうちにと言いたかったんですけど、それをちょっと、まあ、申し訳ありません。時間を取って、この通常国会中に処分はされるんでしょうねって言ったら、それも明言されなかった。通常国会ってまだこれから二か月、三か月先ですよ。通常国会中には処分されるんでしょうね。岸田内閣総理大臣。 はいあの私の今の感触、考えにおいては、通常国会中には、えっと、判断することを考えております上山君。もう一点、4月の補欠選挙の後ではないですよね、<laughs> つまり4月の補欠選挙の前に処分したら大変だと、じゃあ4月の補欠選挙の後に先送りして、まあ、選挙はそれで乗り切りましょうと、まさそんな姑息なことは考えておられませんよね。 岸田内閣総理大臣。処分が選挙に影響するかどうか、それを考えているかということでありますが、処分はあくまでもこの処,処分に値するかどうか、それを党紀委員会に,もにおいて、党の手続きに基づいて行うものであります。福山君。まあ初めて通常国会中に処分を決めるということを言われました。もう一個だけ聞きます。 まさか処分する前に解散をして、うやみなに全部してしまうというようなことはありませんね。それは、解散の時期はいつかは僕らは、それは総理の判断です。しかし、処分の前に解散をしてうやみなにするようなことは、私はこの流れから言うとあり得ないと思っています。国民に対する裏切りだと思いますし。まさか解散の前にあ、処分をする前に解散をすることはありませんね。岸田内閣総理大臣。 今、私は解散ということは全く考えておりません。まずは、この信頼回復のために、党として政治責任のけじめをつけること、さらには、この国会において、法改正を通じて、再発防止策をしっかりと、この法律を成立させることによって確定すること、これ,これに専念する、それしかありません。福山君。 私、法律の改正の前にとか聞いてませんよ、処分の前に解散するのかしないのかと聞いてるんです、今、解散する気がないとはおっしゃいました、それは分かりました、処分をの前に解散するようなことはされませんねと聞いてるんです。下内閣総理大臣。今、解散を考えていないわけでありますから、今、その処分の前に解散は考えておりません。 明確に言っていただきました。それでは次いきます。えっと、総理の宏池会の収支報告書の虚偽記載のも問題について、えー、資料の3ページ目から見ていただけますか、えっと、安倍派の不記載額が約6億円だったんです、二階派の不記載額が2約2億円ということで、あまり目立ちませんが、宏池会も歴っとした政治資金規正法違反でした。 えー、いや、これです。えっと、さわさりながら、3000万円の不記載額はかなり大きな額があります、えっと、3000万円、3000万円と言われていたので、ちょっと僕はどういう状況でこの不記載が行われていたのか、よくわかりませんでした。総理の実は、えー、答弁、衆議院、参議院聞いても、なかなかよくわかりませんでした。とこころがこれ、えっと 令和2年の1年,分1年は修正をして、896万円修正されています、それで実は今、令和2年と令和3年と令和4年が議論になっているんですけど、そこはゼロなんですが、実は5年の幅で見ると、令和元年に841万円、平成30年に1322万円が計上されずに、あ,ある意味で言うと、 虚偽記載でした総理、これ、間違いないなですね岸田内閣総理大臣、はいあの。ご指摘のとおりですが、あれ、あのえー、この収支報告書の修正は、えー、令和2年分までしかできませんので、令和2年分にその前の2年分、えー、これを繰り越すという形で修正を行っております。 上山君。ですから、逆に言うと、3000万円を繰り越したという形に、修正したという形になってるんですが、実は細かく見ると、毎年なんです、1322万円が平成30年、841万円、896万円、これね、総理が言われるように、単純なミスとかなら、毎年、同じような1000万円前後の、えー、なんていうかな、うん 不記載額の金額出てこないんですよ。それなんで、なんでこういう状況になったんですか毎年毎年一千万円前後が不記載になってるんですか岸田内閣総理大臣。あれあの、これあの、たびたび説明させていただいていますが、あの、元の会計責任者、会計知識の不足によって、 その、どの議員の紹介文かわからない文に、文を保留していたことと合わせて、その記載の転記ミス等があった、このように説明しておりますし、そして修正の中に、会計、元会計責任者が取り消したと認識した寄付金について、 その訂正の手続きを行っているなど、えー、いくつか要因があ,あり、そういった数字になっていると認識をしております福山君。それならですね、平成30年に1322万円も、わけのわからない、誰が受けたかわからないようなものがあったとしたら、翌年には改善しますよ、普通は。だってこれ、計上しなかったんでしょ、平成30年分。不記載だったわけですよ。 1300万円もですよ、それが天気ミスだとか、事務的なミスだとか、これありえないですよ、普通は。これ、衆議院で、まあ、答えておられますが、この1322万円は、銀行口座にあったんですね岸田内閣総理大臣、銀行口座にありました。えー、山君の銀行口座にあったんですよね岸田内閣総理大臣 はいあのパ、えー、パーティー系用の口座に残っていたと報告を受けております。福山君怒って。残っていたんだったら、記載せなきゃだめじゃないですか、収入で入ってきてるんだから。でしょこれなんで3年続けたんですか、ミスがあるんだったら是正普通するでしょ。これね、自民党の奥菓はね、令和2年分しかしっかり書いてなくて、小さく客中にこの2年分書いてあったんですよ。 三千万だって言うから、みんな繰り越したの丸めてやるからわからないけど、一個一個見たらこれ、毎年一千万ぐらいずつ、溜まりが残ってるんですよ。総理、うん。これね、三十年の前、これ見るとね、常習に見えるんですよ。毎年毎年、パーティー収入から一千万前後抜いておいておくとしか見えないんです、これ。 この前はどうだったんですか。岸田内閣総理大臣あのえ。先ほど申し上げたような理由で、不記載があったのは事実ですが、それ、毎年確認していたならば、その地で確認できていたならば、その時点でこれは修正しなければならないものでありますが、えこういった不記載について、えー、このお、えーえー、と派閥の 正式パーティーについて、さまざまな指摘が行われて、検察等を通じて改めて確認した結果として、こういった指摘を受けたということであります、そしてそれ以前はどうかというご質問でありますが、この、えーと、その6年以上前の部分につきましては、資料等が残ってお、えー、いないと報告を受けています、確認するすべがありません。福山君だっってて口座に残ってたんでしょ通全部 表にすすゃかかるじゃないですか資料がないなんてありえないですよ、口座に残ってるなら、もう一点、総理、じゃあ、平成30年、令和元年に1000万、800万兆のお金が残っていますと、不明で残っていますということは報告受けてましたか、もしくは総理はご存知でしたか岸田内閣総理大臣。えー、ご指摘のようなあ、この処理が行われていることは、報告は受けておりません。 福山君誰の判断ででやったんです岸田内閣総理大臣あの会計。元会計責任者が判断したと報告を受けています福山君。さっき、総理、大事なことを判断たんです毎年出てきたんだったら、毎年修正しなきゃいけないんですよ。だけど、出てきてるのに修正しないで、そのままにして。 今回検察に指摘されてあえて修正したんでしょそしたら意図的に残してるんじゃないですか。毎年修正しなきゃいけないって総理言ったらその通りですよ。しなくて残してたんでしょそしてこの前はどうだったんだって聞いたら資料がありません。総理は知ってましたか知りません。誰がやったんですか会計責任者がやりました。全部今自民党の裏金の安倍派の幹部が言っている説明と総理の説明は同じじゃないですか。 全く同じじゃないですか。これ、常習性が類推できるでしょう。毎年収入から800万とか1000万抜いておきましょうと。だって修正するんだったら修正しなきゃいけないじゃないか、その年ごとに。違いますか、総理。総理が言ったんですよ、その年ごとに修正しなきゃいけない。岸田内閣総理大臣。 あの、事実が確認されたならば修正しなければならない。その通りであります。しかし、元、元会計責任者の会計知識のこの不足から、えー、そのお、紹介議員のは判明した部分、ない部分を保留しておく、あるいは、ご記、えー、等があった様々な理由で、 こうした、この記載が生じた。こういったことが、が生じてしまった。こういったことだと思います。そして指摘を受けて修正を行った。これが経緯であると認識をしております。福山君。だって、毎年毎年お金が余ってるんでしょう。そしてミスならこれどうしたらいいんですかと言って、それを修正しなきゃいけないでしょう。それを、ミスなんでしょじゃあ。 知識がないんでしょ、そしたら1年ごと修正しなきゃいけないです。1300万円わからないお金があって、そのままほっといたんですか、その会計責任者は。今度は会計責任者の責任ですか。自分は報告を受けてない、知らなかった、会計責任者がやった。おんなじじゃないですか、総理。これ総理、高知会の、この自分の、高知会の会長、どなたですか、派閥の。岸田内閣総理大臣。あ,あの、<お>私であります。 委員長福山君。派閥は、その他の政治団体ですから、代表者と会計責任者が同じ名前になります。これでも、実質的には、派閥は政治家、岸田総理が会長です。これ、事務方がやってるとは言いながら、直接の責任は会長なんじゃないですか。これ、どう見たって常習性あるでしょう。毎年、いいですかどこにあるかわからない。 ま、口座にあったと言われますけど、口座の管理してるのも会計責任者でしょう。何に使われたかもはっきりわからない。だって何に使われたらはっきりわかるんだったら、首相国書を載せなきゃいけないんだから。こっからのお金は載せてないんでしょそれが毎年毎年一千万前後あったんですよ。これ、宏池会の派閥の会長である、岸田総理の、まあ、当時は総理かどうだったかあれですが、岸田会長の 裏金だったという疑惑も十分に考えられますよ。岸田内閣総理大臣。先ほど申しましたように、不記載の中身、これが問題です。それが、この会計知識の不足によって、この不適切に行われていた、こういったことであります。これにつ、これ、これが指摘をされたということであります。あの、その、 えー、事務の内容まで、えー、をこの把握していなかったという点はご指摘のとおりだと思いますが、こうした事務的なミスについての不記載、えー、これはこの、えー、この公知会の場合は、この内容として、えー、何度も説明をさせていただいています。この点について、まあ、指摘を受けて、えー、そして、えー、検察の判断を仰いだ、こういったことであります。 福山君。それダメなんですよ。その、その説明では、あの、違法性の、あの、を外せないんですよ。ああ、外れないんです違法性があるとはあ、ないとは言えないんですよ。なぜかというとですね、政治資金収支報告書というのは、政治資金収支報告書に正しい数字を記載するかしないかなんです。犯罪は。で、今回は正しい数字を記載してなかったんです。でも、よくあるように、政治資金収支報告書で、一般的な犯罪性悪意がない場合の、 単純ミスとか、基調漏れは、修正をしたって、それは犯罪に問われないんです。総理の今の説明なら、犯罪問われなくてもおかしくないんだけど、残念ながら、公知会の代表と会見責任者は、政治資金収支報告書法違反で立件されたんです。検察は犯罪性を認めてるんです。違法性を認めてるんです。総理の今の答弁では、逃げられないんです。 違法性のある犯罪をした派閥の会長は直接総理なんです。この政治的な責任はどう取られますか。岸田内閣総理大臣。あの、え不、ー、記載の中身は先ほど来申し上げているとおりであります。えー、そうした、あこのお、内容を、えー、こうした事実が明らかになってから、えー、この説明をし、まあ、謝罪をし、 派閥全体としても、こういった説明を続けております、まあ、その上で、派閥を舞台としたこうしたこの出来事でありますので、派閥の幹部と相談した上で、派閥自体の解散を決定した、こうしたことであります福山君。これ、会長の責任でしょう、どう考えたって、当時は。全く説明になってないですよ。だって 違法性があるから立憲されたんですからね。総理の言っている単純ミスだったら、正式に報告書の、えー、規制漏れは、一応それは、考慮の中身になるんです。でも、立憲されちゃってるの。毎年毎年、こうやって一千万前後。そして、挙句の果ては、前はどうだったんですかいや、前はありませんでしたって言うならわかるけど、前はどうだったんですかと聞いたら、記憶がありません。資料がありません。 自分は知りませんでした、会計責任者がやりました、同じじゃないですか、説明の仕方総理がまず処分対象じゃないですかいや、よく分からないな、本当にあの、宏池会は派閥でのこれ、事件ですからね、事件ですからね、総理が会長ですからね、責任直接会長ですよ、総理ですよ、いかがですか、もう一言だけどうぞ。 岸田内閣総理大臣。えー、先ほども申し上げましたが、これドの、記載の中身がまず問題です。まあ、その上で、えー、このおと、派閥として内容を説明した上、そして謝罪をし、派閥自体を解散した、まあ、こうしたことであります。えー、こうしたことを通じて、えー、この、この事態に対して、 責任を果たしていかなければならない、まあ、このように関係者と相談の上、判断をした次第であります福山君。単純な事務的なミスなら、刑事事件としては立件されないんです。で、総理が今、解散をしたとおっしゃるということは、じゃあ、事件性も違法性も認めたってことでしょ。そしたら当時の会長である総理には責任が生じるに決まってるじゃないですか。今みたいな言い訳が通じるわけがない。 もう一点聞きます。総務省、派閥はその他の政治団体に区分されますが、その他の政治団体から団体、政治団体には寄付はできますが、個人、つまり公職の候補者に寄付することはできるかどうかお答えください。えー、総務省、笠木隆則選挙部長。はい、えー、公職の候補者の政治活動の に関する寄付の制限の規定でございますが、え政治資金規制法第21条の2に置かれておりまして、何人も公職の校舎の政治活動に関して、選挙運動に関するもの、政治団体に対するもの、及び政党がするものを除いて、金銭等による寄付をすることは禁止をされております。上山君。自民党の国書によればですね、安倍派の中で還付金の不記載を認識していた人が11人もいるんですよ。不記載やってたっていうのが。 でところがです、ね、安倍派の幹部は、いいですか、安倍派の普通の議員は11人もいたのに、安倍派の幹部は、成立審に出てきて全員が認識していなかったんですよ。幹部は認識していなくて、えー、幹部じゃない人は認識していたと、まあ昨日も党大会で、えー、説明ははっきりしないとか、それから出所しにはっきりしろと、議員から、自民党の議員から出てるようですけれども、これ、にわかに信じがたいでしょう。 被災を認識していたのは11人いるのに、安倍派の中ですよ、幹部だけは知らない、これ、おかか。しくないですか岸田内閣総理大臣。あの、えー、清和政策研究所の、まあ、政治、えー、研究会の、まあ、政治資金規正法違反をめぐっては、これ、まず検察において、これ、捜査を尽くした結果、 まあ、証拠上、収支報告書の作成は、会派事務局がもっぱら行っておりえ、派閥の幹部の共謀は認められなかった旨、これ、公に発表していると承知しています。えー、そして、この、えー、ご指摘の、まあ、会合をめぐっては、あのー、ののい,い,いや、いやそうですあの、えー、この収支報告書、 こうした不記載の認識についてですね、この整理審等を通じても、違法性の認識はなかった、このように承知をしています。こうした検察の判断、あるいは国会等の説明について、この刑事責任と、この政治責任、同義責任、これは異なるわけでありますが、 このご指摘のように、不自然と断言できる、まあ、こういったまあ材料については持ち合わせておりません。福山君。不自然なんですよ、それから自民党の報告書によったら、えー、何も手をつけないでお金を持ってた人が31人いたんですよ、これ、なんでお金、手をつけないで持ってたんですかね、総理。岸田内閣総理大臣。 はいこれはですね、えーと、調査報告書の中身であります、これ、あのえー、聞き取り調査の結果として、これ、あのえー、この、えー、領収書が出されなかったなど、不明朗な金銭だったから、あるいは将来のパーティー券ノルマへの備え、あるいは派閥からの預かり金と捉えていたので使っていない、えー、こういったて、えー、声が、 あ、聞き取り調査において把握されたこと、これが調査え、そういう調査書の中に記載をされております。福山君全く質問に答えない不誠実極まりないですよ。いいですか？何で31人はお金使わないで。置いておいたんですか？今総務省言った通りですよ。政治団体では受けれるけど、個人では受けられないんですよ。派閥からのお金はでも派閥の事務局から。 記載するなと言われたから、記載するなということは政治団体って受け取れないっていうことでしょう。受け取れなかったらこれどうするんだと、個人で受け取れないのでって。こんな違法性のあるものは使えないと言って、金庫に三十一に置いといたんじゃないんですか総理。違いますかこれが本質でしょう。で、総理は、検察が事実をどうのこうのと言って、それに基づいて修正したなんて言っている。嘘でしょ、それは。 未来英語ですね、じゃあ政治資金収支報告書、不記載のまま、違法状態のまま放っとくんですか皆さんが修正したのは、検察が処分を判断した後でしょう事実はあくまでも、虚偽記載、不記載が全部並んでたということでしょうでも法的には、政治団体で受けるしかないから、検察が処分を決めた後に、 政治団体で受けるしかないから、政治団体で受けますと言って、寄付で受けたんでしょそれで修正せざるを得なかったんでしょその前の実態把握をしなければいけないところは、全部事実はみんな罪だったわけじゃないですか。みんなとは言わない。でも、圧倒的に議員の、現職の議員の3人も4人も逮捕されたり、略式で起訴されたり、派閥の責任者が、代表が3つの派閥で立憲されてるんですよ。 事実はそこでしょあの修正は別に、検察の案内が出た後に修正したんじゃないですかそれじゃなかったら修正できないから。そうでしょ総理。調査、85人全部してませんよ事業調査で全部してませんよ検察はっきり言ってますよ基礎でもなければ不基礎でもないって言ってるんですよ 金額が高いか低いかじゃないんですよ、政治資金収支報告書は。高かろうが低かろうが、虚偽記載は犯罪行為なんですよ。総理、私の言っていること違いますか。岸田内閣総理大臣。あの、検察の捜査。これは、法と証拠に基づいて、捜査を尽くしたものであると認識をしています。その上で、 え、この処分が行われた、判断が行われたものであります。そして、それぞれの関係者は、その捜査を受ける中で、自らのこの政治資金を振り返り、確認した上で、納得した上で、この政治資金収支報告書を修正した。これが経緯であると認識をしています。そして、その結果として、この政治資金について、個人で受けたものはない。 こういったことが、ということであると考えています。少なくとも政治、その個人で受けたものは確認されておりません。福山君総理、今日長答弁、ちょっと変わりましたよね。事実に基づいて修正報告をしたという、ずっと言ってきたけど、事実じゃないですよね。事実は全部、虚偽記載ですから。そしてこれが政倫審です。安倍派の4人の幹部、全部話が違う。問題の代替案は 問題提起したのは、4人とも出席者全員が自分ではないと言ってます。このありえない、誰かが嘘ついてる。誰かが嘘ついてる。参議院の全額のキックバックも、橋本議員も世耕議員も自分じゃないと言ってる。参議院議員会長と安倍派の参議院の会長が知らないで、一体誰が決めるんですか。今日下村議員が来られます。はっきりするかもしれませんが、もう一点、萩生田議員は、実は雑誌において、 自分たちの、安倍派は、森派は、上が、あの、初当選の頃から安倍派は同じルールで会計処理をしてきました。それは販売ノルマを超えた分は活動費として派閥から戻す。それは収支報告書に載せなくていいというものでしたと、萩生田議員は話されてるんです。二0五年には静岡新聞で自民森派パーティー収入裏金かか割り当て戻す販売と、もう今と同じ状況が報道されてるんです。 ということは二十年このことをやり続けている。萩生田議員は残念ながら生林審に出てきていただけません。どうか皆さん、あ,あ、総理、萩生田議員も生林審に出てきてもらうように言ってもらえませんか。先ほど申し上げたように衆議院も全然誰も出てこない。やっと今日新村議員が出てきたけど遅すぎる。もっと早く出てくるべきだと思います。疑惑は深まるばかりです。総理の実態把握には到底及びません。 このような状況が続くなら、総理にはもう一日も早くやる気がないなら、おやめをいただきたいと思います、そのことを言って、もう時間ありませんでしたが、残念ですが終わります、以上で、以上で福山哲郎君の質疑は終了いたしました。 次に小川幸人君の質疑を行います小川幸人君はい委員長 <laughs> 立憲民主社民の小川幸人です私からも今朝方のミサイル発射という北朝鮮の暴挙について厳重に抗議するとともに能登 <laughs> 半島自身の被災された皆様方に慎んでお悔やみとそしてお見舞いを申し上げます今ご覧いただきましたのは 福山哲郎参議院議員が予算委員会で岸田首相に裏金問題、そしてあのハレンチダンス問題、ダンサー問題について、えー、追及していることです。なんと驚くべきことに、まあ小沢一郎さんの,の選挙区で、えー、前回小沢さんを 破った藤原という衆議院議員が自民党にいますがその自民党議員は裏金を疑惑もある疑惑というかもう裏金をやったさらにそのハレンチダンスの場にもいて止めもせずに楽しんでいたということでありまして これはもはや議員辞職に値する、そういうような問題ではなかろうかと思います。それで,で人数がまあ31人だ、裏金の問題、もうおいろいろ数があ言われておりますけども、もはや 全員自民党議員を承認喚問する。それぐらいのことをやっていいのではないか。政倫心では結局、事務方がやった、秘書がやった、忘れた、覚えてない、記憶にない。そういう言い訳がまかり通りました。それじゃあダメです。 証人関門、そして全員逮捕。これが野党は目指していくべきではないかと思います。では失礼します。